先日初のソロツアー、2023ルセラフィムツアーフレームスライズをスタートさせたルセラフィム。ソウル公演では新しいヘアスタイルの公開から、忘れられないファンサービスまで様々な形でファンに衝撃を与えました。特に桜はファンを覚える記憶力がすごいと話題になっています。あるファンはこちらの写真をプロフィール写真にしていますが、それを覚えていた桜がコンサートで同じポーズをしてあげました。興奮のしすぎで画角荒ぶってますが、お願いしたら7年ぶりにやってくれました。相変わらずの可愛さ、本当に大好きすぎる。ありがとう。またユーザー名がウサギであるファンを見つけると、可愛いウサギのポーズを披露しました。宮脇さくらちゃんに確定ファンさせてもらった。涙、ウサギポーズ、ありがとう。いつも大好き。どんな距離にいてもファンを見つけてくれるところが本当に愛情深くて好き。ファンの誕生日を覚えていて、誕生日を祝ってくれたこともありました。先日のコンサート以外にも桜がファンを認識しているエピソードはこれまでたくさんありました。結婚したファンを祝ったり、ファンカムを撮影してくれたファンにお礼を言ったり、誕生日を祝ってくれたりしています。ネットユーザーは彼女の記憶力の素晴らしさに衝撃を受け、ファンを覚えている桜を称えています。うわー、すごい。どうやって覚えてるの？ありえない。永遠のファンになりそう。すごい。アイドルになるために生まれてきたみたい。努力だけでできることじゃない。桜は天才だ。すごい。ファンを覚えていて見抜けるなんて信じられない。これほどの大人気グループになってもなお、ファンを個別に認識している桜の記憶力は驚異的だと言えます。桜が愛され続けているのはアイドルとしての資質はもちろんですが、気さくな性格に加えてサービス精神にあふれており、ファンへの思いやりがあるからこそだと言えるでしょう。